はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんです。むいです。かちゃんです。久々やね。今回の企画は久しぶりに食べる系でございます。そうですよ、食べる系。またあなたに頑張ってもらうことになります。いや、僕には頑張れないんですけど。まあ、マックのそう、チキンナゲット。今3種の唐辛子ソースというね、嫌がらせなソースがあるので、うん、嫌がらせな、うんうん、そちらを食べていっていただきたいなと。これ別買ってこんかったよね、君を専用の。ん？何？スパイシーチキンマックナゲット。マックナゲット。で、新しいソース、期間限定ソースで3種類の唐辛子ソース入り。唐辛子って3種類もあるんだね。何十種類ってあるやろ。ハバネロから、スコーピオンから。ああ。それで考えりゃ、いろいろありますね。デスソースのフードジョロギアしか知らん。ジョロギアもそうだね。一種だね、うん。ぜひ挑戦していただいて。ただ、マックの一番怖いのは、ニンニクが入っとるともアウトなんやって。美味しくない？いやー、もう、だってスパチキンお前もうニンニクだもん。なんか知らんけど、スパイシービーフとかスパイシーチキンの、なんか、辛いやつ、うん、なんかキムチみたいな変な匂いするのはなんか納得いかないと思って。なんかほんとマックってさ、なんだかんだって言ってニンニクのタレ使いたがるよな。ごまかすために。美味しくねえのに。コスパがきっと安いんです。安いのかな。なんでもニンニク屋でさ、俺あそこだけがきついんだ。侍にしろ。侍のタレ。侍はさ、ほんとタレなしでね、食べた方がね、美味しいっすよ。どうもタレが邪魔してな。あなたニンニク自体が好きなのにね。いや、やっぱしニンニクって合う合わんあるぞ、料理。マックのそれは合わない側だと。合わんだろ、あんなもん。ではチャレンジしていただきましょう。食べましょうよ。まあ、とりあえず食べてみましょうよ。この赤いナゲット自体はなんか、あれやな、普通ナゲットに比べたら赤いよ。なんかタンスの隅っこの匂いがする。やめろ。どんな匂い、知らんのだけど。なんか久々に開けた押し入れの匂いがする。こんな押し入れこんな匂いしないよ。いや、からしの匂いじゃなくない？おしれ匂いではない。なんだろう、でも代わりの匂い思いつかんな。なんか赤ちゃんの初めのうんこの匂い。あのさ、いるといい。あなたが食べるんやで、今からそれ。なんだ、俺ハバネロ持ってこいよかったな。ちょっとまずこれだけ食べてみようか。まずこれだけで。ナゲットだけ。ナゲットだけ。俺本当に2つしか死んだ？ん？あ、違う。俺これかけて2つ。これかける、これかけるの、うん、これつけてドバッといったね。いや、これ辛い。マジでこれ5個食べてって言ったら食べれる。なんかカレーのスパイスの味がするな。あ、マックもともとそういうなんかカレー系のスパイス系はいっぱい使ってるでしょ。もう完全カレーだな。食べてみ、カレーの味がするぞ。本当だ、途中カレーソースが抜けてったな。だろう。後から痛いんだけど、口の中違うのこれ。いや、わかんねえ。平気？うん。なんかすごい、すごい、なんか、なんていうの、期待外れっていうか。嘘だろ？なんかすげえ、すげえ、なんか期待外れ。
俺もうこれなんか一口目でもういいやってなってるんだけど、あと全部あなたにあげるって本当に言えるくらいには。口の中ヒリヒリしない？しない。嘘。やっぱ強いな。なんか本当マックって中途半端だよね。俺もっとめちゃめちゃ辛いと思った。すげえな、パクパクいけるな。俺はこのソースつけて2個食べた時点で。もう口の中痛えなってなって、あのナゲットの美味しいまずいうんぬんよりもなんで口の中ダメージ受けながら食わないかんのだっていうことから親にあげたから、もうこれあとあげるって。これあら知らん間にもうナゲットがなくなってる。あれなんか特に苦戦することもなく終わってしまった。もしかしてこれ価格に移ってない。なんちゅうの、とんがらしでもどっちかっちゅうとカレー系の味だから、だからそんなに一味唐辛子とかスコーピオンっていう辛さじゃないからさ、多分辛いの好きなやつすっげえラッキーと思って買ったらすげえ拍子抜けなんだろう。これにレモン汁絶対合わねえぞ。そっちも買うべきだったか。っていうかタレ美味しくない、ソースが。美味しくもなければ辛くもなく、完全にあなたの中では拍子抜け。あれあれこの味にニンニクを入れたのがスパチキなんやて。こっちはもう本当にカレーを食べてる。カレーライスの中にあのチキンナゲットが入ってるような感覚しかないもんね。まあカレーライスにちょっと唐辛子系のなんか一味かなんか軽く振って、そうだって普通に食ったらもう辛くもなんでもねえ、ただ赤いあのチキンナゲットやもん。そりゃそうだわな、油で揚げりゃ辛いも飛ぶわな。まあある程度は飛ぶと思うけど、煮込まねえ限り。あれまさかの第一の資格がなんか何の役目も果たせず打ち死にしたんだけど。なんか俺もすごいショックやった。俺さあかっちゃんを倒してくるのだって言ったらなんか何もせずになんかくたばった感があるんだけど。俺これ自分で勝ってたらものすげえイライラしてるやろな。あ、マジか。いや、よかった。2つ買ってこんで。あんた、よかったに。どうするこれ、お蔵入り。いや、出しとけよ、もう。それ皆さん、ほんと、そんなに辛くない、ほんと、カレーを、のスパイスの中に突っ込んで食ってるような味。辛くないって言ってる人、2個で諦めた人。この、朱色の色になってんじゃね。ナゲット自体が違う、あの、タレ自体が。あシールっぽいやん。真っ赤っていう感じじゃないから、ね、うん、だからあれなんだろうな、ターメリックとかウコン系を、ウコンはまあそう辛ないからさ、まあ若干その黄色い系のなんかスパイスを入れて、そうそうそう、カレー風味の用のカレー風味のカレーの粉を入れて、そこに一味唐辛子を入れて練り込んだっていう。いや、これはでも正直マックって変わってんだよな。視聴者さんに聞きたいわ。2個でダウンしたか食べて何も辛くないっていうかどっちか。いや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 、これはもう普通の子供でもいけるぞ。子供以下ですか。多分な。3からいけるならこんなんももう普通だって。ここ1でいけば辛さに耐性がなくなってきてるな。いや、ほんと皆さんと、そんなめちゃくちゃファイナルなんてあんな桁外れな辛さに比べやもう中途半端。まあまあまあ、あれに比べちゃったらね、万人受けできるレベルに抑えないといけないっていうのはあるんだろうけど、もうちょっと、
ゲップがもうカレー味だもん。俺今日カレー食ったかなっていうぐらいゲップがカレーやもん。まあやむなし。そっか、全然これぐらいじゃ全然効かんか。これはもう辛さじゃない、本当に、うん、これを辛いっていうのはない、絶対ない。俺まだ下ヒリヒリしとんだけどね。そう